半迷子先生です。シグナルが来てライブ投資でね、ちょっと投資してみました。でですね、こちらがシグナルでね、GBP、JPY ですね。単純ですけれども、単純な投資方法、シグナルが 75% で12個出てます。ここのとこ 12% ですね。あ、12回出てますね。で、ちょっと3つほど打ってみましたけど、これライブ講座ですね。これ勝てるかもしれないか分かんないけれども、ちょっと録画撮ってみます。75% のシグナル数12回、3日や4日ぐらい前からですね、平均ピップス33ピップスということで、上昇は非常にいいというシグナルです。こちらからね、インジケーターからシグナルが来て、ライブ投資なんで、こちら手入力で、マウスで投資しました。3本は結構大きいですね。練習投資ですね。ですけど、ライブ投資ですのでね、注意が必要です。ちょっとすると落っこってしまいますので、まだ22,432円しかないですからね、注意して資金投資をして、増やして、稼げるように持っていきたいと思います。こちらインジケーターですけどね、これは私が公開してリンク先に載ってるインジケーター系統のやつですね。型陽性ボリンジャーバンドが表示されてまして、これ RSI のシグナルですね。リンク先から30万円で手に入りますから、この系統のインジケーター、いろんな種類があります。こういういろんな種類がありますからね、どれかいいかよく吟味して購入してください。30万で、購入、いろいろなものはできます。同じものはね、設定合いませんから、同じものはありませんけれどね、こういう系統のインジケーター、いろんな種類があります。これでインジケーターで分析させて、投資するわけですね。今はだからいい勝ち方だなということですね。3本ですからね。そんなことで、半迷子先生のインジケーターのライブ投資は自動売買禁止ですので、必ず手入力で打ってください。今回全部手入力ですね。通貨国も自分でこちらの方でこの選択してですね、投資しています。このようにしてね、資金を少ない資金でも増やせられないかということが大事ですね。練習投資が非常に大事です。そんなことで、販売は先生のインジケーターですね。現在の
時間はですね、こうですね、11月13日、夜7時17分になりますね。こちらの方が分かりやすいでしょうかね。これ電波時計ですからね、間違いはないですね。7時18分になってますね。こんなことで半目洋先生の2016年ズルトレーダーバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、1億円近く投資をしていた世界バイナリーオプションスペシャリストの半目洋先生の練習投資ですね、ぜひ練習訓練投資です。このように稼げてくれればいいんですけどね、これが金額は5万ぐらいに増やしたいんですけどね、1回のね、まだ1000円ずつですね、調整中なんでね、また資金がなくなるかもしれませんから、これねやってもね注意が必要なわけですね。そんなことです。どうもありがとうございました。